ここですか、わかりました、すいません。うわ、地獄体験ツアーにちょっと先輩に誘われて来てみたけど、やっぱな、一回ちょっと見といた方が、この今世っていうかな、ちょっと生き方も変わってくるやろうし、緊張感もちゃうからな。何やろこれ、これちょっと明かりを灯してくれてはんのかな。え、これ次なんすかこれ。え、地獄の釜湯での暑さをちょっとでも体験できる暑さツアー。いやこれ多分あの今世っていうか今の世界観でもいけるんですけど、大丈夫ですかこんな簡易なポップな感じで。でこれをどうするんですか、ちょっと当てて。そんなポップな感じでいいの、そんなポップな感じやったらちょっとここに来ようとか、こんとことか、そういう以前のちょっと圧で終わりそう。そうでもないですか、そうでもない。まあまあ確かにちょっと地獄のってついてるから、なんかちょっとちゃう気も、威圧感もする気もするけど、ちょっとやってみようか、せっかくやしな。あ、熱っ、熱いっすわ、熱いっすわ、結構なんか結構熱いけど、なんかちょっといじめられている時になんか不良にタバコやられたぐらいの熱さな気もするけど、大丈夫ですか。いやでも確かにこれを継続的にされると思うと結構怖いね。これはもう悪いことせんとこ、もやめとこ。